双胞弁の構造。前尖りと,と後尖りはさらに、それぞれ三つの部分に分けられ、向かって、左、患者の外側から123と名付け、A1 A、A2 P P P、A3、P1、P2、P3 と呼ばれる。双胞弁とは、心臓の左心房と、左心室の間にある弁である。その形状が、カトリックの主教官に似ているとして命名された。二線弁。 砂防湿弁とも言う。僧帽弁は、左心房が収縮すると同時に開いて、左心室へと血液を送り込み、また左心室が収縮すると同時に閉じて、左心房へ血液が逆流しないように働いている。僧帽弁は前、尖りと後、尖りと呼ばれる二つの弁線からなっている。このことは、心臓にある他の三弁、すなわち三線弁、大動脈弁、 肺動脈弁がすべて三つの弁線からなっていることと比較して特徴的である。そのため、二線弁とも呼ばれる。弁の先端は左寝室側にあり、先端から紐状の検索が出て、寝室壁の入頭筋とつながっている。弁は左寝室側に開くが、閉じる際には、弁が左心房側に反転しないように入頭筋が伸縮し、 検索の緊張を起こす。ありがとうございます。